さあ今週の疲れ具合はどうだ。まあ標準ぐらいだ。2球か3球ぐらい入れとかんと怪我するかもしれないですね。さあそろそろストレスちゃうわ、スタミナと動力も140ぐらいいきそうですね。投げてオフして、いや、ここはオフやな。ここオフで、ここで、ロコドラン。これでいってみよう。2球しておきましょう。走り高跳びは1メートル95が今の記録。で、前回1メートル96をやったら全然飛べなかったという。最高の状態に持っていっても1メートル96は飛べなかったという状況ですが、まあ、とりあえず1メートル96行きましょう。自己新を目指して。どんなに頑張っても無理やったという。そんな1メートル96、どうでしょう。タイミング思いっきりずれたけど、余裕で飛べた。さあ、自己新記録は出ましたよ。まあ、パラメーター上がってるから、2メートル行ってみようか。思い切って2メートル。ああ、早かった。早いとダメか、やっぱ。パラメーター上がってるとはいえ、そんなに上がってないんかもしれん。B ランク行ってくよね。ああ、2メートルは無理か。2メートルは無理ですね。96まで来ました。あまりいい記録じゃないと。怒られました。自己新じゃなかったっけ ?96 は飛んでたっけ。さあ、ファイトと言われました。頑張って休みました。土曜。雨か。結構雨降るようになったな。焦る。記録伸びないな。82が限界か。さあ、スタミナ上がる。日曜日ね。知らずに、やっぱ投げよう。投げるの大事。さあ、今週、練習言われてます。スタミナと動力を相変わらず上げていきましょう。じゃあ筋トレオフ投げ。400m 走。
独走状態。さあ連打でいきましょう。そろそろ52秒39ね。さあほぼ独走、後続誰もいません。あ、もう全然もうずっと連打でいけそうな感じはするな。そうですね、29コンマ10秒短縮しましたけど、こんだけ独走しててもか。あんま後続は気にしない方がいいかもしれんな。自己ベストは更新です。さあウェイトトレーニング、そして休む、もう一日休む、そして投げる、もう一日投げる、100m 走、100m 走久しぶりですね。あ、遅れた。めっちゃ遅れた、スタートが。スタートが大いに遅れましたが、そっから取り返すスタイル。連打力でカバーです。ここは連打力でカバー。11秒10。まあちょっと伸びたな。コンマ30秒。伸びました。自己ベスト更新。さあ日曜日、ちょっとストレスが怖いからね、気分転換しとこう。さあ体なまってると言われておりますんで、そうやね、まあ今週も変わらずか、動力とスタミナやな。これで行ってみようか。じゃあ休みがちやったからこれで行ってみよう。なんだ、雨か。また来た、また来ましたよ。あー、焦りが出てまう。77、記録は伸びん。まあまあからもう伸びなくなったな。ストレス溜まってた？どうしようもないで。日曜日にだって遊びに行ってんのにさ。っていう嘘でした。6月来てますから、9月が確かインターハイやったよねっていう中ですからね。じゃあ投げましょう。さあ現在のパロメーター、スタミナがもうすぐで B ランクになる。投力はまだもうちょい先ですね。さあじゃあ行きましょう。記録回、やり投げやな。まずは第一の科目、やり投げがまだ記録出とらんね。いい記録が。低い低い。やり投げ最高記録 46.15 なんで、それ以上も、それも、それよりも低い。
あー、バールか。むずいな、これ、ほんまにむずいわ。低いな、また低いね。47m。自己シーンは出してるけど記録は伸びんねんな。もう一回やらせてもらっていいですか。もうこれほんまに練習しとかんと伸びんよな。これ大いに下げてまう可能性が。あ、また低いな。やっと 50m 超えた。まだ早いってことか。上ボタン押すんか。まだ低いな。 53m。 早いんやな、まだ上を押すのが。なんかもうファールばっかしてるから、それを怖がってまうね。わからん感覚が。もう3連続やり投げしようかも。やり投げしかしてない。 53.12 ね。まだ幅跳びの方がいけんのよね。幅跳びはなんか何メートル前とか出るもんね。これないからさ、全然わからんのよタイミング。まだ低い。40メートルぐらいしたいよね。角度が40度ぐらいにしたい。でもいい感じやったな、今のは。今の一番良かった。あと踏み切りや。あれファールか。完璧やったやろ、今の。完璧やったのにファールやん。3回やってもまだ。来月県大会。県大会で6500点以上取らないと出場資格は取れない。6500点、ちょっとメモっとこう。県大会はパラメーターで全てが決まる。残り1ヶ月しっかりトレーニングを積む。はい、わかりました。登録が上がりました。まあでもスタミナも登録ももうそろそろ B になるでしょうというところまで来ましたね。しっかりとパラメーターが上がっていくか面白いですね、このゲーム。ということで、また次回続きをやりたいと思います。一応今回はここまでしましょう。相変わらずこのオープニングの音はうまいこと再現できてへんな。雑音にしか聞こえへん。ザザザーズデーダーつって全然聞こえへん。さあ、ということで引き続きやっていきましょう。トラック&フィールド GB のトレーニングモードをやっていっております。さあ、もういよいよ県大会というところでね、6500ポイント以上取ってないと予選は通過しないということみたいなんで、来月の記録会というか県大会ですね、これをいい成績出せるように、今のこの状況でございますが、まあ総力、まあとりあえず投力と投げる力とスタミナをとりあえずつけてから、総力をもう C に上げたいなと、あ、じゃあ C じゃない、A に上げたいなというところですね。
走力を上げていきたい、そういう段階でございます。で、主人公の顔がメガテン状態になってるから、ちょっとあんまりストレスが溜まってるのかなというところではありますけども、とりあえず投力オフ、筋トレオフ、ロードランぐらいの感じでいきましょうか。これで行ってみます。ダッシュが足らんと。はい、他が上がったら上がります。他が上がったらやりますよ。あ、また雨のスタイルです。結構雨多いな。1月とか関係なしでも降ってたもんな。まあ6月やから納得はいくけど。ミスほぼなかったのにな。ミスほぼなかったのにゆっくりやりすぎたな。75回でした。82の壁は遠いな。高いぞ。スタミナのランクは B に上がりました。さあ、ウェイトトレーニング、ボールカップ、そして休んでのロードラン、ロードワーク、スタミナが上がります。さあ、動力はまだ上がってない。動力を C にしてからですね。じゃあ動力を B にしてからですね。走り幅跳び、久々にまた連打してます。ちょっと向き手前すぎたな。 6m29、 一応自己新記録は出てます。すでに自己新記録は出ている。でもすごいもんな、普通に連打してるだけでもうほぼマックス行きかけん。そこはやっぱ能力上がってるという証拠なんでしょうか。手間やな。もうちょい遅くてええんか。もう連打が溜まってるからさ、連打のその力が溜まってるから早めに押しちゃうかもしれん。そんな急がんでもええのか連打は。一生懸命やらなくていいと。ファール出た。ファールしちゃったよ。ファウルしたら7メートルぐらい飛んでるけど、本気出せば7メートルいくかもしれんな。自己ベストは来ましたけど、はい、6m29。 さあ、日曜日かな。投力を上げたいね。これで B に行くんじゃないかな。行かないと。まだ B 行かないと。さあ、体なまってるみたいなんで、今143か145かな。じゃあ B ランクにボーダーラインは。よし、オール B を目指して、とりあえず県大会までに。 OK、 ランク上がった。いいじゃないですか、ようやくです。お疲れ様のイベントがあって、休んでのもう一回登録ね。はい、さらに休んでの登録です。雨か。あー、疲れてるやつ。こいつな、4回目やろ。1回失敗した後のこれどうやろな。難しいところではございますけれども、一応やるだけやっとこう。
さあどうなるか。はい、下がっております大いに下がっております。県大会前に失敗しております。記憶なくなれビームが来まして、記憶なくなってパラメーター下がって、そんな状況でございます。やられましたね。2連続失敗です。2連続成功の後の2連続失敗。さあちょっとここは休む予定だったんですけれども、休もうか。まあいいか、遊ぼうか。ちょっとストレス溜まってるかもしれないんで、ストレス溜まってる可能性もあるんで。さあストレス16解消。さあ今週からは大会ですね。今週さ大会なので、スタミナを上げておこうか。ロードラン大会前にロードラン、これでいくかな。これでいってみましょう。さあ大会前に 110m ハードルのタイム。なあ、スタート遅れる。相変わらずのスタート遅れる。ああが遅れた。連打上ボタンも慣れてきたな。14秒56。ちょっとだけ縮めました。71から56へ。さあ、自己ベスト更新。確実に伸びてきてますね。さあ、火曜もロードワーク。スタミナを上げていきます。そして2日休みます。そしてロードワーク、大会前のロードワークです。パラメーターは上がりませんでしたけど。そして県大会ですね。来ました、今日は県大会だ。混成競技に出場する選手はグラウンドに集合してください。エンタ君頑張ってね、任しとけ。 100m 走。あ、これ自動なの自動でやんの。11秒8。100メートル走。おお、こっちで残ってる記録は11秒10なんで、まあ自己新記録は出てると。走り幅と7メートル28。自分が出した以上の記録を出してくるという。自分が出した6メーター29ですから。自分が出した以上の記録を出している。砲丸投げ14メートル7。砲丸はね13メートル6やから、これもまた自分が出した記録以上を出してます。走り高跳び2メートル2、これも自分が出した記録以上ですね。1メートル96が最高やったんで。400メートル走、はい、49秒45、これも最高記録出てますね。僕は52秒29ですから。めっちゃ出しとる。1日目の競技は終了。2日目。4119ですね。6500点以上を取らないといけないから、4119やったらいけそうですね。0点がない限りはね。さあ、日曜日なんで大会ですね。じゃあ、行きましょう。大会2日目でございますさあハードル 110m ハードル14秒62。これは自分で14秒56が出ましたんで、まあ、自分の方が高い得点出せますね。円盤投げ、円盤投げの最高記録は、円盤は 41m ちょうど
ったんで、まあ同じぐらいですね。棒高跳び、棒高跳びは4メートル66、私の記録で4メートル55やったんで、それ以上は出てますね。やり投げは61メートル87、私の最高記録は53メートル12なんで伸ばしております。1500メートル走、これ走ってるとこは見ないとあかんねここは忠実に見なあかんね、はい、1500メートル走、私の記録は4分44秒78です。4分34秒76、どうやったらこんな点数出せんねんむしろ出し方教えてほしいわ。これ以上どうしようもないっていうレベルまで来てんね。記録短縮しとんね。さあ、これはおそらく6500点いったと思います。集計が長い。ウリュウ選手、総合得点。7987。来ましたね。1000点以上も差をつけて、標準点クリアです。全国大会の切符を手に入れました。やった、エンタ君、全国大会出場おめでとう。ありがとう。ここまで来れたのも奥菜のおかげだよ。本当にありがとう。そんなこと。よし、これから全国大会向けて練習再開、練習開始だ。頑張ってね。はい、ということで全国大会向けていきましょう。3周目でございます。さあ、体なまってると言われているので、走力上げていきましょう。走力のトレーニングはちょっとストレスが溜まりやすいので、まあちょっと日曜日あたりにその遊びに行けるように考えていきたいですね。ストレスがどれぐらい溜まってるかやな。もう1日ぐらい休み入れた方がいいかな。土曜日休み入れるか。これで行ってみよう。さあ、ダッシュ、走力を上げていきます。ストレス2やな。走ってもストレス2になってるわ。前はなんかストレス6ぐらい上がってるようなイメージがあったけど、もう1日でダッシュ入れといてもよかったな。休み入れんでもよかった可能性がある。今週はあれか、記録会か、7月の記録会があった。ストレス解消したかったなと思ったんだ。まあとりあえず走ろう。さあ、これで記録会に出場です。さあ、じゃあ何しましょうかね。やり投げが、やっぱ県大会よりいい記録出てるからね。このタイミングをつかまんとね、県大会よりすごいいい記録出てるの、これ。ああ、もうちょい角度つけてたな。まだ押すんが早いんか。やり投げ53メートル12が、私の中での最高記録ですんで、もうちょっと出せるな。あ、ファール？厳しいね。判定が厳しいのよ、すごい。やり投げは6投ぐらい欲しいわ。6投ないとベストは出せれへんで。あ、これもファールか。うわ、きついな。厳しい。新記録出せず。まあまあの記録でしたね。これが大会で出たら厳しいな。あとは、走り幅跳び。幅跳びもちょっと練習しようか。7メートル出せるポテンシャルはあるはずない。だからここをもうちょっと行きたいね。6m29、同じ記録を出すという同じ記録出さんでええねん。踏み切りだからもうちょっと後でええねんで。
まだもうちょい後で。まだタイミング早い。焦りすぎてる。もうちょい余裕を持ったらよ。これは遅すぎん。これは遅すぎん。これはダメなんよ。じゃあ間違えた。こんなミスあるか。こんなミスあるんか。まあ自己新記録というか、まあ自己記録と同じですね。砲丸投げにするか。あとは投げ競技だな。来たぞ。いい記録じゃないか、これは。おー、15メートルギリギリまで行った。14メートル68は初めての記録ですね。最高記録は13メートル65です。ちょっと、力のパラメータが落ちたな。ちょっとダメだ。力のパラメータが落ちかけのところで上ボタン押しちゃったよね。これもまたや。これもまた同じ結果。中津飛ばずな記憶ですね。14メートル68初めて。さあ、そんな大会記録会でございました。さあ、全国大会へ向けて体なまってると言われているので、